おはようございます、ショボです。今回はワレットジャーナル4月のセットアップのお話をします。3ヶ月終わりまして、4回目のセットアップですけれども、基本は同じ、書いてることはねほとんど変わらないんですけれども、どうにか見た目変えつつ、これですね、マスキングテープを使ったりしてうまくいかなくて剥がしたりとか、振り返りとして3月はどうにもうまく書けてなかったりとかっていうことを考えつつ、バレットジャーナル進めておりますので、そのお話をしていきたいと思います。ガチャ。ノルティーノートにプレピーを使って書いております。バレットジャーナルです。4月のセットアップを見ていきましょう。今回はいろいろ試してみた結果、このような感じになっております。こういうスタンプあるじゃないですか、あれがいいなと思いまして、自分で書いてみました。ちょっとね、このあたりごちゃごちゃしすぎちゃったかなっていう気はするんですけども、まあまあ白黒モノトーンで毎月デザインを考えておりまして、このような結果になりました。それでですよ、まあ書いてある要素、その今月の標語とか書いてありまして、トゥードゥー、ここにね後からちょっと書くんですけど、ブロックのマンスリーとハビットトラッカーっていうのはもう毎月変わらなくて、もうこれ4回目ですから内容は相変わらずなんですけれどもね、 YouTube のページもステーショナリーのページも一緒で、次のページからデイリーログが始まっていくわけですけれども、構成的にはもう全然変わらなくて、今回ですねお話しするのはマスキングテープがうまくいかなかったお話です。今回使おうと思っていたのはこちら、ニュースペーパーというやつなんですけども、これがですね、こう新聞の、まあニュースペーパーですからね、新聞の文字がこれね、揃ってるのじゃなくて、なんていうんですかね、小さな紙の集まりがたくさん、いろんなパターンをコラージュしてあるっていうんですかね、そういうテープで、それをねこう端っこに貼ったりだとか、ちょっと今適当に貼ってみますけど、ね、ちぎってこんな風に貼ってやってみたんですけど、それをねこの辺りとかこの辺りとかにねやってみたんですけど、最終的にどうにも納得がいかなくて、全部結構ね頑張っていろいろ貼ってみたんですよ、もう次とかに、でも最終的に全部剥がしまして、だいぶ無駄にしてしまいました。これね、あのライブ配信で皆さんにアドバイスいただいたりとか、コメントでもアドバイスいただいたりとかしているんですけれども、未だにうまくアレンジできなくて、今後もどうにかしたいと試行錯誤を続けていきたいと思ってるんですけれども、いやー、マスキングテープは難しいです。本当にうまくいきません。そんな4月のセットアップでした。最終的にねこのくらいに収まってて結構納得はしているんですけどね、なかなかうまくいかない4月のセットアップでした。でこれから3月のお話をしたいと思うんですが、ぼかしを入れますので内容はよくわからない感じだと思いますけれども、この辺人魚、この辺もまあスカスカですよね。これね4日間ぐらい書けなかったんですよ。それで後から埋めた感じなんですけど、まあとても抜け落ちておりまして、いろんなことが、これはもうね記憶から抜け落ちてるので仕方がなくて、書けなかった時のお話も今まで何度かしておりますけれども、もう結構諦めて、ただ最低限
覚えてることは入れていってるような状態で、でこれ書きながら思ったんですけど、書けなかった時ってまあ何か単純に忙しかったり気持ちが向かなかったりとかあると思うんですけども、それってね、後で見返した時に意外とそのことって覚えていて、細かいメモをしておかなくてはいけないようなことは逆に抜け落ちてしまっているんですけど、その時何があったかっていうのは後々意外と覚えているもので、抜け落ちているのは抜け落ちてるでいいのかなと思って今回は書いておりました。なかなかね、全部覚えてるわけにいかないので 2,3 日書かないともうどうしようもない感じではあるんですけども、この辺書けなかったことに対しての自分の気持ちの整理っていうんですかね、それは比較的ついてて、自分にがっかりしないで済んでいるといった感じになっている3月です。それとですね、ステーショナリーのインスピックで写真をシールにして貼っているページなんですけども、これ今年からまあ B6 のノルティーノートを使っているので、このインスピックのシールの半分の大きさに印刷するように、だから2枚で1つの紙を使うようにし始めたんですけど、今ここ貼れてないじゃないですか。ここが2つ揃わないと印刷しにくい状況になっていて、遅れがちになったのをどうしようかなって考えてます。前はサイズね、1枚大きいのを貼っていて多少もったいないかなって気持ちもあって、2枚で1枚にしたわけですけど、何も考えずにバンバン買ったそばから貼れていたので勢い良かったのですけれども、やっぱり半分でもう1個揃ったらねとかやってると、またこれが貼るのが遅れていったりとかして、なかなかねやりたい時にやれないっていう状況になっているんですよね。なので節約もいいですけど、気持ちが乗った時にシールを作れる状態の方が手帳的にはいいのかなって振り返って思った3月でした。というわけで4月のセットアップのお話と3月の振り返りでした。四半期が終わりまして、4月から新しい生活になっていくので、私自身が新しい生活になっていくので、4月は今までと同じセットアップをしてみましたけれども、今後生活の状況により臨機応変に対応できたらなと思っております。今回はここまでにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。